名鉄キハ8000系機動車、名鉄キハ8000系機動車、名鉄キハ8000系機動車とは、名古屋鉄道、名鉄に、かつて在籍した、優等列車用機動車の一群を指す総称である。日本国有鉄道、国鉄高山本線への直通列車運転を、目的に、日本車両製造で1965年と1969年の2回に、渡り、 6両ずつ、合計12両が製造された。当初は、準急列車に用いられ、その後急行列車、さらには国鉄ばかりか、富山地方鉄道の特急列車にまで、充当されるという稽古な経歴を持つ。第9回、1966年鉄道ともの会、ブルーリボン賞受賞者。名古屋鉄道は、明期鉄道時代の1932年。 昭和7年10月から週末に自社犬山線と国鉄当時の運営母体は鉄道省高山本線経由で名古屋市内の柳橋駅名古屋駅近くの名鉄ターミナル駅1941年昭和16年廃止から下路駅への直通列車を運行していた当時は便所取り付け畳敷化などの改装を施した名鉄電車 デセホ700系、デセホ750系を高山本線内で国鉄蒸気機関車に牽引させることで直通運転を実現していた。両線が近接している宇沼駅に連絡線を設けて直通させている。この背景には名古屋駅、宇沼駅間では岐阜駅経由の東海道本線、高山本線ルートより犬山線を経由する方が短距離という事情と、 名鉄のターミナルであった柳橋駅は当時の名古屋市の中心街に位していたこともあって旅客誘致策の一環として名鉄が鉄道省に申し入れた。鉄道省側は当初一市鉄の車両を商船で運行するには保安上問題があるとして拒んでいたが昭和天皇が犬山行行の折に名鉄を利用していたことまた鉄道省も当時は 観光客の誘致に力を入れていたこともあり、名鉄車両の商船乗り入れを受け入れたものである。名鉄ではこの乗り入れ列車のために、当時の最新鋭車であるデセホ750系2両の搬出を畳み敷きに改造したお座敷電車を用意し、ゲロ行き特急として大々的に宣伝した。ゲロへの往路は土曜日の昼過ぎに柳橋を出発し、 袋は日曜日の夕方に柳橋へ到着するダイヤが設定され、週末の一泊旅行に適したものとなった。その後1940年、昭和15年10月の戦時ダイヤ改正からは、国鉄の木造客車を名鉄線内で電車牽引する逆乗り入れの形態となった運用上、この方が鉄道省の取扱いが楽になる。直通運転は、 太平洋戦争中に戦況の激化に伴って休止されたが時期は不明1944年昭和19年改正時の時刻表には乗り入れ列車の記述ありとなっている戦後1960年代の国内観光ブームを背景にこの直通運転再開が目論まれた名鉄側は以前から 運転再開を希望していたが、実現の契機となったのは従来、名鉄地高線によって担われてきた東、名古屋駅からの貨車輸送が1965年、昭和40年に開業した第三セクター鉄道の名古屋臨海鉄道に建て替えられた事情があった。名古屋臨海鉄道には国鉄も、資本参加しており、高山本線直通運転再開は、 執行線貨物輸送の保証という意味合いがあったようである。すでに高山本線では1958年昭和33年以降、機動車による準急列車が運行されて、好成績を収めており、名鉄直通列車についても機動車が用いられることになった。この列車もまた準急列車としての設定が計画された。 名古屋鉄道と同社に合併された、いくつかの鉄道会社は戦前こそ視線用のガソリンカーを保有していたがそれらは、戦中戦後に全て電車の付随車に改造され、戦後長らく機動車の保有はなかった。だが、強情な建築限界の名鉄線には、幅広な国鉄型機動車が直通できないこと、また、国鉄車両よりも水準の高いサービスが目論まれたこともあり、 新たに専用の機動車を開発することになった。開発コストを抑制し、また国鉄船内では国鉄乗務員が運転するという事情から運転台と走行性能については1961年から量産されていた国鉄の急行系機動車キハ58系に準じたものとなった。最高速度は時速 95km である。 エンジンはキハ58型と同一仕様の DMH17H 型 180PS1500rpm を搭載台車も同様の国鉄標準系である金属バネ台車の DT22C 型 TR51 バイト型が用いられた変速機や逆転機の減速紐キハ58系、ひいては一般系機動車に等しい2.976である。 ブレーキも、国鉄型機動車同様の自動空気ブレーキ台マイナス1系だが、高山本線での連続勾配を考慮し、キハ58系に、中途から採用されていた基幹ブレーキ機構、エンジンブレーキの制御回路を当初から併設している。名鉄線内の車両限界、建築限界に対応するため、車体寸法が縮小され、床下の偽装空間が不足することから、放熱器は、 車単部の床上に置かれた。室内配置では、自然通風による放熱が困難であるため、屋根上のファンで、車体側面から吸気し、屋根上に排熱する強制通風式である。これは、国鉄キハ8一系、キハ8二系機動車の発電セット用冷却系と同様であるが、商談面車体で屋根高さも、低い本系列では、通路の天井高さを確保するため、 小型ファンを左右に振り分けて装備する。車体端部には冷却風の吸気口を配する。保安装置は ATS を装備し、M 式 ATS、名鉄式自動列車停止装置と国鉄仕様の ATSS 姿の二重装備としている。国鉄機動車を基準とした走行機器とは異なり、車体の内外装は独特の衣装を持つ。 名古屋鉄道は1959年に普通列車に用いられる車両としては、日本初の大衆冷房電車5500系電車を送り出し、1961年には全面展望構造を備えた冷房腐車7000系電車、パノラマカーを開発してた。この先例との兼ね合いもあり、名鉄は直通準急用機動車についても冷房の搭載を決定した。 冷房装置は名鉄で、初採用の、いわゆるポンプレス型で、屋上カバーは排気線と一体化した連続型に、室内は平ら、天井となった。キハ58系の設計に準ずるため、客室床面と窓かまち 850mm が共に、名鉄の電車に比べて高く、側面はやや腰高に見える。側窓については、パノラマカーのピラーを用いた、 広い固定式連続窓、天地寸法75センチメートルとして、眺望を確保し、二等座席もパノラマカーと同様の、転換クロスシートとした。座席のモケットは、登場時回力色で、特急昇格時に赤色へ、1980年代には7000系、白帯車と同じ二色へと変化している。また私鉄としては異例な一等車も製造され、こちらは、 国鉄優等車両の一等車と同等のリクライニングシートを採用した。長距離運用のためデッキ付け都市トイレも設置されている。客室化粧板は7000系と異なり薄茶色の決め柄が採用され、少し上級なイメージであった。なお屋根高さが 3450mm、床面高さ 1250mm であったことから、客室天井高さは 薄型のポンプレス式冷房装置をもってしても二千五五十ミリメートルで国鉄特急車と同様に低かった。運転台は正面貫通式の高温運転台構造で窓上両側にシールドビーム二等を配置している点はキハ五十八系と共通である。運転台前面窓はグーブに斜めの平面ガラスを配置することで簡易なパノラミック運動を採用し、全面は 国鉄キハ82系の衣装に類似する。正面貫通路上はキハ58系にある列車種別表示幕を配した代わりにスピーカーが仕込まれ、名鉄特急、パノラマカーの象徴であるミュークホーンの水面装置を装備していた。通常の空気笛は、冬季降雪時の電波性、聞こえやすさを考慮して、国鉄車両と同系のタイフォンを装備した。 国鉄機動車並みの20メートル級車体ではあるが、カーブなどで限界に停触しない用車服を基ハ8200型で2710ミリメートルに、他の形式では2730ミリメートルに抑えた。これは国鉄基ハ58系の全幅2944ミリメートルより200ミリメートル以上狭い仕様である。後に製造された1系8800系中間車や、 キハ8500系においては20メートル旧車体であっても端部の角を落とすことで2740ミリメートルの車体幅を確保しているが本系列では車体全体の幅を押さえた構造になっているため特に車体幅が狭い。日波は島分岐点の急カーブに対応するため連結面の隙間は国鉄車両の500ミリメートルより拡大され730ミリメートルとしている。 客用扉は、戸袋の不要な二枚折り戸を用い、車体内側の空間確保に配慮した。乗降口は、乗降頻度の少なさと床上配置の放熱器を設置する空間を確保するため、運転内とは反対側の一箇所のみである。当時比例棒が主体であった、国鉄の準急用車両に比べ、特急車両に準じて設計された本系列の接客設備は、 列車種別相応の設備から乖離する懸念も指摘されたが、名鉄は自社の方針を堅持した、準急用機動車として本系列を完成させた。それと引き換えに、全車指定席制となった。自由席が設けられたのは、特急格上げ後である。なお、本系列と同様に観光路線向けの準急用として、特急車両並みの設備で登場し、 実際に後年はもっぱら特急用とされた点では、国鉄157系電車の前例がある。ただし同型は、新製当初比例棒。また、側窓は一段加工式であった。片運転台の二等車で1965年7月に2両、8 1 8 0 0 2が製造され、その後1969年9月に1両、8003が増備された。 走行用エンジン1機と冷房電源用エンジンを1機搭載する。1976年の特急格上げ時、客室前方の一角に車掌室を設置した。運転台のない中間に当社で、1965年7月に2両、8051.8052が製造された。高山本線の急勾配に備え、走行用エンジンを2機搭載する。 私鉄には、珍しい一等車、1969年から、グリーン車で1965年7月に、先頭車1両、8101、中間車1両、8151が製造された。リクライニングシートを装備し、他形式と同様の連続窓だが、座席1列に1窓の割で配置されているため、窓幅が狭い。走行用エンジン1機と、 冷房電源用エンジンを搭載する。1970年の縦山直通運転に際して、グリーン車、旧一等車の乗車率なども考慮した輸送力見直しが行われ、座席を普通車仕様の転換クロスシートに交換して、普通車キハ8100系、8101に格下げさだ。8151には運転台取り付け改造も行われ、 キハ型に編入されてとなった。この時に取り外されたリクライニングシートは当時計画のあった特急専用車に転用するため保管されていたが車両計画の停滞により使用されないまま後年に廃棄されている。1985年に廃車された。縦山直通に際して不足する駆動力を補強するため増備。変運転台の普通車で 1969年9月に5両、8201から8205が製造された。走行用エンジン2機の他に、電源用エンジンまで搭載した重装備車でリ、タノキハ8000計画形式の全長を 19730mm に、対し、床下スペース確保のため全長を 2730mm に、延伸している。これは当時、 名鉄の車両で最大であった。車体延長に関わらず、ラジエーターの追加で、定員はキハ8000型より4名減少した。また長い車体がカーブ通過時に車両限界に支障しないよう、車体幅もさらに狭いに 710mm となっている。キハ8000系のうちで最後まで残った形式である。8000系は1965年8月から、 運行を開始した名鉄神宮前駅、高山駅間準急列車、高山の専用車として、まず6両が製造された。当時から、図色は、国鉄急行系機動車に順次、クリーム4号 G 色に、窓回り、車体裾、屋根水切りが赤11号で、運転台周りの塗り分けも、全く同一である。冷房府のデラックス準急は、名鉄沿線から、 高山方面へ出かける観光客に人気を集め、当初は全車指定席で運行されたにもかかわらず、特に、オンシーズンは指定席券を確保するのが難しい列車とな。国鉄は1966年に走行距離 100km 以上の準急列車を急行列車へ格上げする施策を行ったため、高山も同年3月から急行列車となった。 変速的運用として国鉄からの要望で1967年7月15日から8月26日、8月12日を除くの毎土曜日に、名古屋駅高山駅間の臨時屋高級校、林道に投入された例がある。キハ8000系の運用が大きな発展を見せたのは1970年で、ある。この年7月、立山黒部アルペンルートが貫通、開通し運行。 乗り入れ区間も、夏季限定ではあったが、玄関口である、富山地方鉄道、富山地鉄立山線立山駅、富山駅経由まで延長され、列車名も、高山から北アルプスへと改称した。このため所要の車両数確保を目的として、キハ8000系、キハ8200系、計6両を増備している。またこの延長運転には名鉄が、 当時最も注力していた北陸進出の一環との意味合いも込められており、資本参加を画策していた富山地鉄に対する影響力の増大を意識した名鉄の企業戦略に則っ,ったもであった。後に富山地鉄への資本参加、グループ化は断念したが、その後も良好な協力関係を築くきっかけともなった。1976年10月、 国鉄の増収政策を背景に北アルプスは特急列車に格上げされた。客室設備の水準の高さがこの措置を可能としたとも言える。塗色は急行色のまま塗り分けのみ国鉄特急系機動車に準じた形に変更され運転台層下に羽状の帯を入れた。これより国鉄のキハ波82系に一層よく似たものとなった。予備者も少なく人読にして 急行から特急へ変更する経過措置として都職はそのまま急行職を使用したと思われるが結局この配色は8000系全廃時まで変更されることはなく全国で唯一急行配色のまま運行された特急列車であった 立山乗り入れは1983年夏まで13年間継続したが、名古屋駅と山駅間の直通客は、所要時間の短い北陸本線経由の特急を利用するという実情もあり、同年の書きや終了後は、神宮前駅飛田古川駅間に運転区間を固定し、富山地鉄への直通も取りやめた。その後、1985年には再び、 富山駅まで区間延長されたが、同時に車両運用、連結量数も見直され、余剰となった、キハ8 1 0 0系2がこの時点で廃車された。この時期には通常キハ8 2 0 0系、またはキハ8 0 5 0系2両キハ8 0 0 0系1両、2M1 メートルの3両編成での運行が基本となっていた。 国鉄民営化によって発足した東海旅客鉄道 JR 東海は1989年、高山線特急、飛田に従来のキハ80系機動車に代わり、大出力エンジン搭載の新型車キハ85系機動車を投入した。1970年代後半には簡易、リクライニングシート、90年代に入れば本格的なリクライニングシートが標準仕様であった。 優等列車の設備傾向に比し、1960年代の使用であるキハ80系の回転クロス紙とより、水準の低い狭幅の転換クロスシートで、走行性能も最終的に2機エンジン車のみになったとはいえ、1960年代の急行系機動車のみであり、さらにもともと特急運用を想定していなかったこともあり、台車も金属バネ仕様であった。 基ハ八千系の陳伏化が顕在化した。元より準急列車への使用を期とした、接客設備は、準急急行型として優秀であったが、特急系の水準としては十分なものではなかった。1 9九十年には、西日本旅客鉄道、JR 西日本エリア内への乗り入れを中止し、再び運転区間を高山駅までに短縮したが、翌1991年、 北アルプスの車両は、後継形式のキハ8500系機動車に置き換えられ、キハ8000系は残存の全車が運用を終了し、除籍された。その後、微細線、日々の駅側線に稼働可能な状態で留置され、対外譲渡を検討した者の,の車令と、車体重量が原因で成就せず、最後に残ったキハ8200系5両もすべて解体された。高山。 北アルプスとしての直通運用のほ合前運用で、名鉄線内の特急列車にも使われた。また、富山地鉄でも立山駅での折り返し時間、特急昇格時ダイヤで15時5分着翌11時5分発が長いことから、同車線内立山駅うなずき温泉駅間の、アルペン特急などで運用された実績もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。